10月18日、日本冷凍食品協会は冷凍食品の日のイベントとして女優、紺野美沙子さんのオリジナル冷凍食品レシピの披露と日本冷凍食品協会伊藤雅俊会長のトークショーをロイヤルパークホテルで開催しました。会場には応募で招待された一般消費者をはじめ関係者が参加し盛況を極めました。開会の挨拶では伊藤会長が、冷凍食品は進化しています、栄養面、機能性などどれをとっても品質向上していて、最近では50代、60代の方の消費頻度が高まっていますと挨拶しました。トークショーでは紺野美沙子さんの結婚前のプライベートの話や受験生を抱える苦労話が披露されました。栄養たっぷり、受験に勝つ、自分に勝つためのカツ丼を作り、伊藤会長とともに美味しそうに試食していました。の冷凍食品、あと冷凍の素材があるとこっそり出せば絶対にわからない、もしかしたら私が作るよりも美味しいものができるということが本当にありがたいです。トークショーの後は冷凍食品を使った試食会が行われ、参加者全員に振る舞われました。ここ3年間ですね、消費量、総量も、もちろん1人当たりの消費量もですけども、伸びてますか。でとても業界としてはいい勢いのきっかけになるんじゃないかと思ってるんですけども、とてもいい傾向だと思いますね。